高橋光那、9先発、0勝7敗、防御率 4.32、メジャー挑戦したいです。一度2軍に落として再調整させろ。こいつ2軍に落としたところで肝心の打線は改善されないんじゃないですかね。地球出しまくり、ひばび低いで完全に上振れてたもんな。打線がまともなら防御率も多少向上しそうだけど、それにしてもやな。源田、あとどれくらい泣けばいいの。まあ藤波みたいにメジャー行った方が持ち味生きるタイプかもしれんやろ。こいつマジで恥ずかしくないんかな。チームが打たないとかのレベルちゃうやろ。今の球で4点台とか山村や前川もびっくりやろ。今年の西武は先発だけはまともとは一体何だったのか。メジャースカウトからも酷評されとったぞ。マジでどうしてこうなったん。ちょっと前まで山本由伸の次に来るかどうかってレベルの投手だったのに。噂は未満の脱三振率じゃきついやろ。マイナーでも行くんか。勝ちはつかなくても負けは自分の責任だよね。藤波の年俸5億で勘違いに拍車かけちゃったな。こいつ先発で使い続けて松本に先発させないの、今年の NPB で最大の疑問なんだけど。なんで、何、内容が悪すぎるから調整させた方がいいのでは。50イニングで援護点9しかないのに高橋光那のせいにするのが実に西武ファンらしい。ご視聴ありがとうございました。